はいどうも、のびりやたギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのは、1日5分 iPod Pro を使ってですね、トレースして絵が上手くなる方法についてご紹介できればなと思っております。以前ですね、アナログでトレーシングペーパーであったり、トレース台を使ってですね、絵が上手くなる方法についてご紹介させていただいたんですけども、実際アナログとデジタルではですね、全然ね、機能が違いますし、やはりデジタルも活用することによってですね、絵が上手くなる方法がよりですね、短縮されて密度にですね学ぶこともできるのかなと思いまして、今回ね iPad Pro を使ってですね、まあトレーシング1日ね5分練習してみようということで皆さんにご紹介させていただこうかなと思っております。まあね、トレーシングペーパーとかトレース台使ってですね学ぶことも、今回のデジタルで学ぶこともですね、まあアナログでも自分のとこに生かすこともできますので、ぜひね最後までアナログの方、そしてデジタルの方ね一緒にね見ていただければと思っております。今回ね用意させていただいたこちらの作品、まあこちら作品っていうか写真なんですけども、こちらひまわりでございます。まあね、お花を描く方中心にって思うかもしれないんですけども、まあ、トレースするっていうことにおいてはですね、皆さんね共通でね、まあ、学んでいただいた方がいいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。そしてね、僕自身メンバーシップとかでもですね週1回ですね絵の裏側、絵の練習とか僕も自身もねやっぱりやっておりますので、そういう裏側の動画であったり月1回ですね生配信しておりまして、そこでですねメンバーの皆さんとですねコミュニケーションを取りながらですね、まあ皆さんで画力アップしていこうというのでね、メンバーシップもやっておりますので、気になった方はですねぜひメンバーシップもですねチェックしてみてください。ではね早速ですが、こちらの花をですね用いて、まあ実際にどういうところをね注目していけばいいのかっていうのをご紹介していこうと思います。まあもちろんトレースするときはですね、やはりもう何かしらですねもう目的のものがあると思います。皆さんねそちらを準備していただいてですね、アナログでも同じように準備していただいてトレースしていくっていうようにしていただければいいかなと思います。もちろん今回で言うとこのひまわりを描きたいと、そうなった場合はですね、まずねトレースでですねちょっとレイヤー分けさせていただきまして、実際にどういう感じのですね花なのかっていうのを全体像を捉えていきたいと思います。僕もねよくねお花の描き方とかご紹介するんですけども、花はですねよくね下書きで言うとドーナツと言っております。まずですねこちらの花びらの部分、一番外側がですね、まあ花の今回で言うとひまわりの全体像になるんですけども、花の全体のですねまあ枠ですよね、大枠になってきます。そして中にですねめしべおしべがですねこうやってくっついておりますけども、実際ひまわりの特徴としましては、これはですねもうひまわりを描く方はですね必ず知っててほしいんですけども、ひまわりはここの黄色い花びらの部分とこのね中の中心の部分はですね、花がまあね2種類の花って言えばいいんですかね、それぞれでですね分かれてたりします。そういう特徴もトレースしながらですね学ぶこともねしていただくことがよりですね近道になりますので、ぜひね勉強が来たら1日5分そこでもね活用していただければと思います。まあ、ここねめしべおしべってねちょっとざっくりですが書いておきます。でね、まあ実際にめしべおしべ、そして花びらの部分、大枠ができましたと。でこれですね、この作品で言うと、まあ、真ん中に中心にねこうやって茎がありまして、そして葉っぱがねこのような形であって、で裏返し、裏側にもですね花びらっていうか葉っぱですね、そういうのがですね並んでるという形になっております。そしてこのような形で後ろ側にですねひまわりがたくさんあるんですけども、よく見ていただきますとひまわりがですね右上がりって言えばいいんですかね、こっち側にですねどんどん上がっているようなね構図になっているのかなと思います。ただここの部分に関してはですね、そうですね山みたいな感じなんですかね、うっすらね外のね景色が見えてる部分と思うんですけども、そこはですね基本水平になっていると、そこの違いがあるのかなと思います。で花びらね、まあ花びらというかひまわりのね顔の部分が、まあよりねこの辺にちょうど中心ですね、上にあるような感じでして、下はですね基本ね緑が多いのかなっていうイメージが取れるんじゃないかなと思います。あとはですねここの部分は空になっているということで、まあ、空と書かせていただくんですけども、まあ、グラデーションだなっていうのもですねトレースするときにですね全体像をつかむならですね、まあ、こういうふうに、まあ、まずは下書きでもいいんで何でもいいんでリアルで描いていただく方がいいのかなと思っております。ひまわりを描くときにですね花と言っても特徴としましてはいろいろございます。でちょっとねレイヤー分けさせていただきまして、ここにね黒で描きますよ。ひまわりを描くときにですねよくやりがちな間違いとしましては、まあ、こうやってね、めしべおしべっていう形でですね、花真ん中にね、中心描きましたと。で、こうやってちょっと適当に描けますよ。中心描きましたと。で、ひまわりの花、こういう花びらだなっていうのはわかるんですけども、ここで全部もうくっつけちゃう。
この間から顔出してあげれば、これはこれで、まあ僕はこれね、まあいい花だなと思うんですけども、実際にさっきの作品見てみましょうか。ポイッポイッとでやった時にちょっと邪魔なんでこれ消しますよ。でポイッと、もう一個のレイヤーはちょっとこちらは、置いておきまして、ちょっとブロックしておきましょう。でここで白色でロックした後に描きますよ。でここをねちょっと待ってね、よし、うっすらにして、よし、 OK。で4番のレイヤーに移して花びら見ていきますと、実際ひまわりの花びらって言われるのはですね、こうじゃないんですよね。どっちかというと米粒をイメージしていただければいいかなと思います。米粒です。こういう最後はしぼんでくるんですよね。そこがですねよく現れてるのは、ここ見ていただけるとわかるんですけども、こういう感じですね。ここがしぼんでるんですよ。でこっちもしぼんでるんですよね。ここの特徴をちゃんと見ていただいて、でなおかつ中にですね線が描かれてるんですけども、結構ね長い線が描かれてるんじゃないかなと思います。これは花びらのこの角度ですね、このなりにこうやってこっちのですね外側に向けてですね、点と点が結んであるようなイメージで線を引いていただくことがいいのかなと思います。そうすることによってですね、花びらのですね、まあ葉脈ですね、葉っぱのね、まあ繊維っていう部分がですね、綺麗に描けて、花びらの流れっていうのもですね、見えてくると思います。で、実際はここにね、めしべ、おしべの部分でぶつかってるんですけども、どっちかというと、ここの最後まで点があるような感覚で、線引いていただくことが、一つのですね、ひまわりの特徴でもあるかなと思いますので、ぜひやってみてください。そしてですね、よーく見ていただきますと、先ほどの、花ですね、適当にって言ったら語弊があるかもしれないけど、こういう風に描いていた花と違ってですね、こういうとこないですよね。ここの間から出てくるような部分、そういうのがですね、知ってるか知らないかでですね全然変わってきます。さっきので言うとここの部分ですね、ここにお花を描いてたりもしたんですけども、それがないですよね。でそういう花びらももしかしたらあるのかもしれないんですけども、基本よしこうやって出てきてる基本ね。このやっぱりここの部分がしぼんでることによって、後ろの花びらも見えてることのが多いんですよね。この重なってはいるものの、全部が均等に重なっているっていうよりも、花ってリアルに描こうと思うとですね、なんか綺麗にもう均等に花びら配置しないといけないって思いがちかもしれないんですけども、リアルってより均等じゃないんで、そこはねぜひぜひ注目してほしいポイントかなと思います。絵を描いてたらね、やっぱねこの空間とかめっちゃ気になってくるんですよね。なんかここの花びらの間空いてるけどバランス悪いんじゃないと思うかもしれないんですけども、実際こっちの方がリアルな花と思われると思います。なのでそういう風にやっていただきたいのと、あとはですね光の加減とかを見ていただくとですねわかるんですけども、明るい部分と影が落ちてる部分っていうのがね見えてくるんじゃないかなと思います。ちょっと今からね影の部分っていうのをちょっとどうしようかな、青色とかでやるか。ここわかりやすいと思うんですけども、今ねこの1枚と2枚あるんですけど、ここの部分から影が落ちてるんですよ。ということは、この花びらより下にあるんだなと、重なってるんですよね。で、重なってる部分の下に光が当たってるということは、もしかしたら太陽っていうのは、こっちの方にあるのかなとか、ね、光がここに当たってると。で、影がこっからどん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 落ちてると。で、こう影が当たって、ここはもう全部影ですねってなってたりとか、もしくは、この、上からっていうよりも真正面から太陽が当たってるイメージで言えばいいですかね。これだとちょっと表しにくいんですけども、どっちかというとみんなと同じ目線の方から光が当たってるようなイメージ。そうすればこの1枚の後ろにここに影があって、でここも影があって、ここも影があって、でここには影が落ちてないんですよね。ちょっとだけここに影があるかなぐらいで、でしかもこの影っていうのが重なりの影っていうよりも花びらそれぞれのシワの影になってると思いますので、そういうのを考えるともしかしたら上からで、しかもこのひまわりの顔に向かって太陽が当たってるイメージですかね。それを読み取ることができれば、実際に太陽の位置がどこにあるのかっていうのもですね、明確に分かってくるんじゃないかなと思います。まあ、後ろにもですね、いろいろ花が開いるんですけども、そこはですね、実際にここではですね、読み取ることってなかなか難しいと思います。ただ、大きさですね。大きさで言うと、ここで言うと、こんぐらいの大きさと、こんぐらいのひまわりの大きさ。やはり、後ろになるにつれてですね、ちっちゃくなってますよね。で、ここに際立たせたい。どうしてもやっぱりこの
この花を見せたいんで、ひまわりね、見せたいんで、後ろはね、ぼやけさせた方がいいんですよね。後ろを、線をね、例えば、もうぶっとく強弱つけてしまうと、どうしてもこっちのね、ひまわりに目がいっちゃうので、どっちかというとこっちに目を行かせたいっていう部分がございますので、そこは、線の強弱とか奥行き感を出すので、まあ練習が必要かなと思います。なので、皆さんもぜひですね、難しいと思いますが、ぜひ、取り入れていただいて、デジタルで、読み取ることの方が、もしかしたら簡単かもしれないですね。でも、バランス力であったりとか、方向感覚、それをいろいろ何回も何回も1日5分ね、毎回1作品作品を変えてもいいですし、週に1回作品を変えてコロコロ変えていただいて、トライしていくっていうのでも一つありかなと思います。そうすると、まあ1週間で1回作品を変えると、まあ1ヶ月に4回作品を変えれるんですよね。そしたら4作品の特徴を知ることができますので、それをですね、どん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 続けることによって12ヶ月でね、4回死にが8の48作品、まあ約50作品ね、到達できたらね、いいなと思うんですけど、50作品ぐらいですね、年間を通してですね、作品を知ることができます。それってなかなかね、1日5分とかでもやってたらすごいけど、やらない方の方が多いと思うんですよね。で、1日5分ね、5分だけでもね、やるのって簡単に見えて、全然ね、結構継続するのって難しいんですけども、それをですね、皆さんもね、ぜひこの動画に出会ったからには、ぜひ継続してやっていただきたいね、一つかなと思っております。ということで、今回はね、この辺でですね、ちょっとね、軽く喋らせていただきましたけども、皆さんにとってですね、参考になってれば嬉しいなと思います。またね、皆さんと一緒にですね、違う動画でもノウハウを上げていきたいと思いますので、ぜひ過去の動画と一緒にですね、これからもよろしくお願いいたします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思いますけども、皆さんとまた明日以降の最高のアートの世界でお会いしたいと思います。明日はどんなアートになるのか、僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。ぜひ皆さんも花以外もぜひ作品に取り入れてみてください。では皆さん、またお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。 Thank you です。